郵便配達に使用される実用車実用車とは、日本における自転車の一類型。中国の実用車1870年代頃の、英国を中心にブームを起こした、黎明期の自転車は、紳士階級の趣味的な乗り物であり、スポーツ競技向けという側面が強かった。しかし1885年に、ローバー安全自転車が発売されて、以降は、大衆の移動手段として定着していった。 自転車が明治期の日本に輸入され定着していく歴史の中にも同様の過程を見ることができる。そうした変遷の中で次第に重い荷物を運ぶことを目的とした日本独自の様式である実用車が形作られていった。往年の実用車は職人機質で丁寧に仕上げられ細部まで磨き込まれネジ一本まで装飾を施し風切りや 執法性のフロントバッジ、フレームに引かれた金線など一種の様式美を備えていた。実用車は自転車業界内の大まかな故障であり、明確な定義や規格は存在しないが、一般的な特徴は次の通りである。英国式ロードスターを代替元にしているが、違いもある。1975年まで実用車は日本における代表的な自転車であった。 丸石自転車、宮田工業、安藤自転車工場、山口自転車、ウェルビー工業などのメーカーが主な製造業者として挙げられる。現在では実用車の販売台数は減ってきており、製造を中止するメーカーも出ているが、ブリジストンやパナソニックなど数社が製造を続けている。警戒車と部品を共用するなど、実用車の独自な様式は薄れつつあるが、 大きな特徴は変化することなく今日に至っている。実用車は簡便に利用でき、かなりの重量ものも運搬可能な輸送手段であるため、現代でも新聞や郵便物の配達や飲食店の出前、商店の配達など近距離の貨物運送に利用されている。その剣道さゆえ、以前に生産された車両の多くは当時のスタイルのまま走っているが、 現行で生産されている車両の装備等は一部、現代的になっている。現在、日本の自転車メーカー大手のブリジストンのジュピターとパナソニックのレギュラーともに、一般車と同様のタイヤ、男女兼用モデルとするため、スタッカードフレーム、ブレーキはケーブル式でローラーブレーキであり、フレーム他のジオメトリは、旧来の実用車のものではなく、警戒車に準じている。 警察官の使う警戒車交番、駐在所にも警ラ用自転車として実用車が配備されている。交番、駐在所から遠方にあたる警ラ地区を警ラ基本の徒歩警ラによるよりも短時間で効率よく実施するためである。他に事件、事故の発生で急行する際にも交番、駐在所勤務員が現場へ早く駆けつけられるためにもある。最近では 従来の実用車に代わり警戒車や小型自動二輪車に合図灯、ホルダ、弁当箱と呼ばれる荷箱などの専用装備を備え付けたものが配備されることも多い。東京都中央区の築地市場では現代でも実用車が多く見られ、専門の自転車店も晴海通り沿いに存在する。魚を運ぶ木製の箱を搭載するため、後部2台に鋼鉄製の補強枠を溶接するなど、 魚菓子で利用するための改造なども言っている。昭和初期には、米や氷など1 0 0ラム前後の重量物の運搬用として、自転車の前に荷物を乗せる前に大台運搬車が多数、販売されていた。重さに耐えるため、フロントフォークと一体化した荷台や、リアカー用の太いフロントホイールが特徴である。これは、宮城県仙台市の鍛冶屋が、商店の注文を受けて製作したものが原型である。 ため、仙台自転車とも呼ばれた。現代では、重量物の運搬は、自動車にとって変わられたが、発祥の地である、仙台市中心部には、過去に購入した自転車を現代でも利用している店が、多数存在する。また、宮城県内には、仙台自転車を展示している施設が複数ある。三輪車全員一輪後二輪三章。写真で見る自転車の歴史。 自転車産業振興協会金崎の笹釜館、秋保温泉の山菜草、白石市のことぶき丸屋敷など、ありがとうございます。